おはようございます。サラリーマッチョ西です。今回は出社前胸トレルーティーンやっていきたいと思います。ということで朝の7時過ぎでございます。朝からテンション高めで胸トレやっていきたいと思います。減量残りコンテストまで2ヶ月を切っております。いよいよ減量本番という感じになってきております。だからこそね、元気よくやっていきたいと思うんですけれども、そんな朝の出社前の胸のトレーニング、減量中ということで、あんまりこう高重量高重量ってやっていくというよりは、しっかりと胸にダメージを与えて、その回復で ATP を使って筋肉もしっかりと刺激するし、ダイエットも進めていけるような、そんなトレーニングをやっていきたいと思います。朝ちょっと眠いなと思う時もあったりするんですが、正直基本的には朝トレを私は今メインでやっております。夜だとちょっと仕事の都合でなかなかできなかったりとか、読めないところもあるので、朝確実にトレーニングをしたいっていうので早起きするっていうのもあるし、オンラインサロンノーリミッツのメンバーさんが私タグ付けして朝活っていう感じでやってくださるんで、そういうのを見てると、ああ私もやんなきゃなっていうのもあって、いいですね。そうやってお互い引き上げるじゃないですけど、モチベーション高く最後までやりきりたいと思います。では早速やっていきましょう。お疲れ様です。朝の胸トレ完了しました。朝トレ成功すると気持ちいいですね。今トレーニング終わって会社に向かっているところでございます。ちょっとラフな格好なんですけど、会社で着替えること、うちの会社が今割と服装がある程度規定はあるものの自由になっているので、トレーニングをそのまんまね、さっとシャワー浴びたりして汗だけ流してジムに向かうっていうのが結構行きやすくなってますね。商談とかするときはもちろんシャツに着替えるみたいな感じです。はい、というわけで今回の胸トレ計4種目、通勤時間利用してこのまま解説をさせていただきたいと思います。ベンチプレス、ハンマーストリングスを使ったインクラインプレス、ケーブルクロスオーバー、そして最後に山本式1030ダンベルフライというような感じの4種目です。ダンベルフライが全て3セット、ダンベルフライだけ1セットやって
てます。今回はとにかく高強度ということで、ベンチプレスも5発できないかぐらいの重量でやっております。最近ちょっとあんまり重いものを持ってなかったので、しっかりと重さを持ってあげるということを大切にしつつも、最後ねダンベルフライ等ではしっかりとネガティブを意識して筋破壊も同時に狙っていくと、いわゆる減量を進めるようなトレーニングも合わせて行ってます。ベンチプレスをやって、実際はですね持ってたのを120キロまでですね、なかなか伸びてこないですね。やっぱやらないと伸びないっていうのもありますし、もうちょっと減量に入っているので、ここからはこの重量っていうのをできるだけ最後まで維持するというところを逆に言うと意識していきます。あんまりね無理に伸ばそうとして怪我しても仕方がないので、今の感じでいきます。でハンマースリングスのインクラインプレスです。これで大胸筋の上、ベンチプレスが中部下部なので、こちらかというとちょっと上部をしっかりと狙っていく。でケーブルクロスオーバー、上から引いたり下から引いたりしながらいろいろ角度変えて3セットを行ってます。これで収縮ポジションの刺激を入れてあげる、そして最後ストレッチポジションの刺激を入れてあげるということで、ダンベルフライちょっと刺激がですね強すぎるんですよね、ネガティブで。重量設定もちょっとミスりまして、 30.30 やりきれないなーっていうのをスタートポジションの時点で思ったので、普通に10発上げて20秒耐えるんですね。30秒耐えられなかったんです結果的に。なんでまあ 10-30 というか 10-20 みたいな感じでネガティブだけ耐えるっていうので、それでもかなりもうダメージが来たので、次のトレーニングのサイクルが回復間に合わなさそうな気がするので、もう1セットで終わらせてます。まあ、これは実際山瀬セットのセッションとかでも1セットからまあ2セットぐらいで終わることもあるので、まあ、今回結構普段だと2種目から3種目で終わらせるところ4種目目やってるので、あんまりセットは重ねすぎずという感じでやってます。さあここからですね、出社前にコンビニに寄って朝食取れ前に1回軽く卵かけご飯と、はい、卵かけご飯ですね食べております。でアミノ酸グッと飲んでトレーニングして、トレ後の朝食第2、そしてお昼、間食、このあたりをコンビニで買います。毎日コンビニやるとね、大体ね、私の食事量だと2000円ぐらいはかかるんで、まあまあな出費だなぁと改めて思うところではあるんですけども、その分ね、頑張って働きたいと思います。はい、というわけで今回はこのような形で減量中の朝の胸トレやってまいりました。いかがでしたでしょうか？今回の動画が参考になりましたら、ぜひ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご感想とお待ちしております。はい、今度11月のねアマチュアオリンピア FWJ のコンテストに向けて減量頑張っております。ぜひ引き続きご声援のほどよろしくお願いいたします。いつもありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界はこれより No Limits。You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take